方眼タイプの野鳥や蝶とは、野外での記入を想定した、縦長で硬い表紙のついた手帳のこと。雨天に備えて防水加工が施された、表紙、ビニールカバーのついたものなどもある。和製英語で、フィールドノートとも言う。土木、林業業務、様々な研究、あるいは、趣味目的で野外で調査を行う際に、観察、測量。 測定した結果を記録する目的で使用される。目的の用途に合わせて、縦横の形線が引かれていたり無地だったりする。野外調査の記録をフィールドノートということもある。地質学において、フィールドノートは、主に野外調査での路頭のスケッチで使用される。このほか、観察記録のメモや簡素なルートマップの作成、走行版の代用として用いられることもある。 人文地理学の野外調査では、景観観察や聞き取り調査の記録目的で、フィールドノートが用いられる。ノートの形式や取り方は人それぞれであるが、使い方の例が、月間、地理の特集で紹介されている。調査時にはまず調査年月日、場所などの明記が必要である。また、記録時には余白を十分に、取ること、紛失時に備えノートの所有者の住所、 氏名の明記も推奨されている。また、携帯機器を使った電子野帳やスマートフォン用のアプリもある。紙のの帳と同様の情報をデータベース化するためのパソコン用ソフトウェアもある。ありがとうございます。